はい、どうもあるです。今日はね、茶葉さんという方と20先やっていきます。左画面でございます。さあ、やっていきましょう。毎回ね、めっちゃ前かな。1年くらい前かな、茶葉さんとやったことあるんだけど、なんか謎のラッキーが多く起こるんだよね、俺、対人戦になると。誰かとやるってなると。オンラインとかじゃなくて。これ、緑が沼って、緑沼、ちょっと待って。一試合目は絶対使うからまともな試合したかった。ゴミすぎる。やばい、これ耐えない。赤消え。耐えなそう。お願いします。何か起こってください。耐えるか、それ。ちょっと待って、重いかも。耐えるけど、これまず消して。ちょっと待って。ゾロ目とか来ないよね。緑消えるけど何も。赤なんかワンチャン起きない。はい、ナイス。何もやってないけど。ナイス。やばい。犯罪だ。こんなもう、こんなラッキーされたら誰も勝てない。では、次20先やっていきます。俺が必要とするのは連勝だ、連勝。連勝しないとまずい。待って、これ相手すぐ打てる。やばい。なんでそうなるの俺は。初動ゴリ押してるくせになんか若干ひよってんだよな、今日。やばいよ。また負けるの？切られて。くっ。青消せるって世界線ないから、緑のピラミッド組んで、組める。相手は赤が間に合うな。なんかラッキー。怒るはずもなく黄色消して、さすがに紫消えてくれないけど、まあ耐えるか。耐えのして、紫あんま組みたくなかったけど組んで、右のね、ピラミッドの土台みたいのがあったから、ラッキーが起これば別問題なんだけど、起こんない。これ黄色じゃない。青消せば、待ってください。青消せばなんだけど、まあ黄色、青も、無理だね。はい、黄色。青なんか起こんないか。あー、もっといいの起こってます。ラッキーがめっちゃ怒るね。さらに、ハマった！ナイス！ハマんないと思ってた。それは、いって赤は消してこない。今ちょっとずれたのかな？ナイス！そう、というかこの前概要欄に書いたんだけど、俺呪術回戦を見始めたんだよね。こんな遅くに。ずっと友達から勧められてたんだけど、なんかやっぱさ、なんか新しいもの始めるとか見始めるとかやり始めるってさ、ナイスラッキー。相手もハマってます。なかなか始まり、最初がね手につかないんだけど、これ紫ですぐ組めるな。相手のツモが見えてた。俺が先行してたからね。先行ってかツモが把握できたから。ナイス。これ勝ったでしょ、えい。そう、始まりなんだよ。そう。始まりだけがなかなか手につかないの。でも見始めちゃったらさ、続きが気になってとか見ちゃうよね。わかる？この気持ち。ほら、青組んで、相手紫。俺紫ワンチャン間に合わないか。ゴリ押すけど来ない。そう、昔、ゲームとかもそうだったの。スプラトゥーンとか、中学生の時、小学生じゃないな、さすがに。中学生か。中学生の時に、なんかこんなクソゲーやりたくねえわみたいな CM 見てなんか生きてたのに、中学生の頃の俺が。なんだけど、やってみたら面白すぎてずっとやって、しかも切れてた。切れながらやってたっていう。切れながらでもずっとやってたっていうね。意外と、食わず嫌いとか、そういうのあるじゃん？やらずに、とか。偏見でみたいな。意外とやってると面白いものがあるけど、なんだってそのラッキーはまずいぞ。もう一個あったら積むと思ったけど、これ。いや、緑消えるから耐えるだろ。耐えのブチャラティしてって、耐えのブチャラティで赤組の、はい。はい。そう、スプラトゥーン Wii U でやったからね。マリオメーカーとかもめちゃめちゃやってたな。はい、ナイス。これ、黄色が消えてくれれば、そうだよね。ストレートになるよね。ナイス。でも耐えるな。いや、ストレートの火力低い。火力低いけど、
ストレートをまた狙いに行ってる。ワンチャンこれさ、トリプルとかない？ないよな。待って。あ、やばい、それ、土台使って赤ストレート揃えられた。てか赤左じゃ無理か。うん、無理だな。大丈夫。何で組む？紫だな。早く紫来て。速攻で、速攻で来て。ありがとう。相手は次組めないから大丈夫。耐えただろ、さすがに。さすがに耐えたよね。右が刺さんないよね。危ない。でも、キッズの中学生の頃、マリオメーカーでコース作って、なんか、ツイッターで YouTuber に一回、やってくださいって、送ったことあったら、でも無視されたからな。俺でも無視するもん。てかみんな、Wii U って言ってわかるのかな？今の小学生とかって。って言ったけど、俺この前、俺のチャンネルは年齢層高いからって言ったんだ。30代、40代がマジで一番多いからな。うん、これは待って、組めるけど、相手、なんか、そうだよね、間に合っちゃうよね。緑はまんないか。まあ、消えるから耐えるね。ギリギリになんない。消えるから。あんま消えなくてもいいんだけど。で、黄色かな？なんか年齢層高いっていうのさ、いや、それお母さんのアカウントとかで見てるんじゃないのって。ナイスラッキー。相手も怒る？ストレートめっちゃ怒るな。今日。狙ってるっていうのもあるけど、俺が。無意識にストレート狙っちゃう癖があるんですよ。そう、だから年齢層高いっつっても、あ、その、お母さんのアカウントで見てるんじゃないのって思うじゃん。そうじゃないんですよ。なんでそうじゃないって言い切れるかっていうと、ショート動画と通常動画の年齢層みたいなのが別でデータ見れるの。相手も組んでくるが、俺ストレート。ラッキーが怒んなってきつい。ラッキー怒んない。そう。で、ショート動画の年齢層はめっちゃ若くて、10代、20代がほとんどなの。でも通常動画になった瞬間に30代、40代が多くなるの。てかほとんどそうなの。お母さんのアカウントで見てたとしたらさ、なんだそれ。なんだそれ。見てたとしたら、これ赤消せば、あそこのストレート起こるんですが、青がはまらない。これは一旦紫だね。もうストレートを打ったところでストレートがもう一回ラッキー起こっても意味ないから。そうだから、ね、もし、お母さんのアカウントとかで、ナイス！それ狙って神だったね。もう喋れない、全然。相手間に合う。ラッキー起こらない。お願い、ハマって。まんない。そう、だからショート動画も30代、40代になるはずじゃん。まあ、確実ではないんだけどね。これ緑消せば崩しができます。はい。はい、見えています。オッケー。なんか、もうさ、いろんなことを一気に喋ろうとしておかしくなってる。見えていますってなんだよ。これ何狙うべき？青でいいか。はい。相手は消してくる。そうだよね。これ黄色と青とか狙えない？ああ、黄色だな。オッケー。ちょっと待って、負けまくってるからさ、これ。ダブルスコアとかやめてほしい。俺10勝もできないとかやめたいからさ。ちょっと集中するね。10勝も。っていうかあんま覚えてないんだけど。相手が今配信してるらしくて、そこで勝敗カウンターみたいなのあるから、ちょっと合間に確認しよう。覚えてないから。そう、途中でね、俺がこの試合始まった途端ラグくて、いや、なんかおかしいなって思ったら、俺優先接続できてなかったから、途中でエラー起こって、カウンターがおかしくなってるから。勝敗の。相手何それハマるの？集中する。マジか。俺もなんか欲しい。大丈夫。もう一個なければ耐えるだろう。うん。耐えてからが問題。さあ、何で組むのが早いでしょう。キロンストレートしか見えない。でも赤消して一旦。青消える？消える。神。相手すぐ揃う。強すぎる。なんか奇跡起こんないよね。それは無理だよね。奇跡をお願いします。黄色のエキサゴン、まずは黄色のエキサゴン揃えていって、
なかなかさ、こういう試合で全消し欲しいよね。狙いに行った全消しあったけど、この前の動画で。狙いに行ったとか連鎖とかじゃなくて、なんか本当の奇跡の全消し。ただ本気で打ち合ってる時の全消しが欲しいよね。これは、相手赤間に合わないが、うん、大丈夫。ストレート。何？なんだと、ドッピオ。これは、黄色か。うん、黄色そこやるけど。待って、黄色来ない。黄色来る。オッケー。ちょっと今違うの狙いに行こうと思ったが、相手危ない。もう少しダブル。これは、うん、そろそろとなんないのか。なんだって？なんだって？相手もう一個やったらやばいけど。待って、これ。危ない。青。こうすればヘキサゴンの形になる。オッケー。あー、やばい、青が。待って、これ、赤、いや、赤で組んでもリーチか。いや、赤と青リーチ組めばワンチャン世界線変わったかな。耐えないよね。領域展開。領域展開って言っても、ごめん、俺、呪術回戦見てるって言ってもさ、なんか俺、ジジイなのかな、もう。流しながら見たっていうのもあるんだけど、ゲームしながらとか。なんか、細かい設定がよく分かってないんだよな。能力の開示とかするとさ、なんかパワーアップとかすんの？能力の開示しないとなんかダメみたいな、能力使えないみたいなのあるのかな、分かんない。マジでさ、ちょっと難しすぎてさ、もうジジイになりたくないよ。やだよ。もう二十歳超えてから誕生日来るのが嫌だよ。はい。はい。紫組む。相手ストレート。大丈夫、ストレートは大丈夫。相手がストレート打ったことによって、俺がここから全ての試合を勝つことが確定した。世界戦が変わった。そして俺はもう一発ストレート打つ。相手に便乗ストレート。便乗ストレートしてって、さらにここから、ストレート。相手は揃わない。OK。で、相手がストレートしか組んでこねえじゃん、このクソカスがって思ってるタイミングでヘキサゴン打つ。油断させてからのヘキサゴン。で、これは、相手ラッキーは来ないから大丈夫。もうなんか長期戦になると、ラッキーが起こるか起こんないゲーミングになるからな、このゲーム。はい、組んでって相手組めない。OK。で、何を狙うべき、俺は。一旦消すか。一旦消して紫のエキサゴンの形作って、で、紫、一応青も組めたら組もうという形にしといて、青が来ない。青でも何でもいい。ん、来ないだと？振らない。けど、相手がすぐは揃わない。OK。緑。来ない。あ、終わった。めっちゃ綺麗、相手の盤面。横のストレートが同時にできる。マジで珍しい。めっちゃ綺麗。ね、俺12勝しかできてないのさ、20先で。19対12なんだけど。ちょっと、この試合落としたら終わるんだけど、俺。うわー、なんかこれさ、連鎖で黄色もリーチまで持ってけたかな。とりあえず大丈夫。紫。大丈夫。相手組めないんじゃないか、ワンちゃん。足りるか。あー、来るんだね。で、青の次、緑、紫でも一応いい。けど、ここは一旦青。はい、青。もう分かんなくなった。関係なくなった。はい。青。お願いします。勝たせてください。15くらいまでいかない？こっから勝って。お願い、なんか、大丈夫。まだ、有利ではある。はい。はい。もうそこ組める方組んでこう。もうストレート関係ねえ。組める方組んでって。相手ヘキサゴン、これはやばいかも。消えて。なんか起こんない？なんか起こんない？起こんなそう。これ緑消せば一応ストレート起こる。っていうのを頭の片隅に置いとこう。で、青。緑とか来ねえから青。はい、青。はい、青速攻で組んでって。あー、そこ緑消えるならストレート起こる。ナイス。相手ラッキーはない。オッケー。これは青を一応狙うけど、ないけどね、青は。はい。相手青のめっちゃゲージストレート。
やばいかも。連鎖起こったらやばい。なんだって？狙ってたな、あれは。消える消える。お願い、神様。シックスボールパズルに神様がいるなら俺を助けてください。これ負けたら神様いないってことね。これはストレート打てるけど、ちょっとヘキサゴン狙い行くわ。ストレート打ってもなんか、ダメだから。来て、色。はい、ありがとう。間に合うね。ありがとう、危ねえ。神様お願いします。それ今日早口だな、俺。え？キロ消えて。危ない。やばいかも、これ。紫来る？来るね。一応、もう一個。ありがとう。相手ストレート。耐えた？ナキをこれ。ナキ、ない。ないけど、一応有利か？黄色。黄色。はい。で、黄色くんで相手既存か。それは、いや、それがなくても、さっさまじか。20勝12敗？待って、20勝12敗は相手だ。俺は違うんだよ。12勝20敗だ。ちょっと、修行してくるわ。バイバイ。